尾道駅は、広島県尾道市東御所町にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は、JRX18。尾道市の玄関口となる駅であり、山陽新幹線の新尾道駅より、市街地と海が近く、当駅前後では、瀬戸内海の景色が広がる。島並海道サイクリングロードの尾道側、出発点に位置づけられている。 以前は、駅西側の立体駐車場付近に、有害車用車扱い貨物ホームがあり、国道2号を横断して、海沿いの倉庫まで専用線が伸びていた。駅前再開発による、跡地利用や、道路付け替え等も行われ、王子の面影は薄れたが、駅西方から南にこう描き伸びる、駐輪場及び、 当駅から西へ一つ目の踏切西側にある駅方面東側に向かって多少広くなっている部分は家畜専用のホームがあった場所である。山陽新幹線博多延伸以前は旅客、貨物ともに盛んでとても賑わっていた。当駅には以前駅舎の東側にもう一つ出口専用改札口があり、現在の改札口は入口専用であった。 駅北側の駐輪場は1960年代まで存在していた尾道鉄道の駅があった場所である。かつては、朝風、富士、早草、那覇、暁、水星等の寝台特急列車や、つばめ等の特急、阿蘇、つくし等の急行の停車駅であった。現在は、当駅前後の区間を特急や急行として運転される定期列車はないが、 2017年6月17日より団体専用列車であるトワイライトエクスプレス随風一泊二日が不定期に停車するようになった。このため随風専用入り口の設置や観光周遊の新拠点として安全性、利便性に加え初代尾道駅舎当時の雰囲気を復刻させる改修も行われる。改装開業は2019年3月10日に 実施され、宿泊施設やレンタサイクル店などを併設する。東駅東側の踏切は、1999年頃までは、踏切小屋があり、踏切板が、ハンドル操作で、通過列車の折り合いを見ながら、遮断機の上げ下げを行っていた。現在は、警報機のついた、自動踏切に更新されている。明治、大正期の尾道駅端式ホーム一面一線と、 島式ホーム1面2線計2面3線のホームを持つ地上駅。南口駅舎に面した1番乗り場が単式ホーム、2.3番乗り場が島式ホーム、さらにその反対側には北口駅舎があり、相互に地下道で連絡している。南口駅舎は JR 西日本グループの共通戦略の一つである地域価値の向上の一環として、 瀬戸内地方を繰り返し訪れたくなる一大周遊エリアにするという目標の下で建て替えられたものである。通常、駅舎を建て替える際は町づくりの一環として地方自治体等の行政機関から資金協力を得て行われるのが通例であるが今回の建て替え事業においては全額 JR 西日本の資金で実施している。外観は 駅前広場から駅舎を見返すと、自然と尾道市の名所である、仙高寺山へと目が向くように、初代の尾道駅舎を参考とした大屋根や低くて、深い日差しが採用されており、同時に、日本の伝統的な門形式の一つである、長屋門を連想させるようなデザインとしている。コンコースと展望デッキをつなぐ階段の両脇や、観光案内所の背後には、巨大な棚を配置しており、 地元のイベント情報や物産品などを紹介する街のギャラリーとして機能している。発車表は1990年代後半頃に改札場に設置されていた字幕式のものが撤去されてからは2016年に LED 式のものが設置されるまでは未設置であった。2007年7月には尾道市が移動円滑法制定をもとに 駅構内にエレベーターを設置し、上りホームで、かさ上げ工事が行われた。なお、自動改札機が導入された際に北口には、収札機能のない簡易式が設置されている。また、北口には、近距離切符対応自動券売機が一台、設置されている。当駅は、管理駅長が配置された、直営駅であり、管理駅として、在来線4駅と、 山陽新幹線の新尾道駅を管理している。緑の窓口の設置駅。伊香香利用可の駅。三原駅の駅弁業者である浜吉の商品がお土産街道内で販売されていた。かつて販売されていた主な駅弁は下記の通り。近年の1日平均乗車辞任は以下の通りである。駅前ロータリー駅前から望む。 尾道大橋尾道本通り商店街1999年に駅前再開発が行われ古い街並みの広がる景観から様相が一変し近代的な商業施設やホールが建てられた個性を失い旅情が薄れたとの声もあるが当駅を降りすぐに見える尾道水道は以前よりも広くなった駅前から望む対岸では日立造船向島西工場跡のクレーンの ライトアップが行われ、2004年度のグッドデザイン賞を受賞している。ただし、このライトアップは、工場後の再利用に伴い2006年8月末をもって終了し、2007年7月より場所を、西方の向島ドックのクレーンにおいて、観光シーズンや週末を中心に行われている。ジャイアントストアホテルサイクル、東小道小道間での車窓風景小道水道、 ありがとうございます。